そう。やっと開けたんですけど、やば眠。カズ兄さん、タコさん、ありがとう。眠。みんな何時に起きた？おはよう。みーちゃんは寝起き、何分だろう。寝起き14分。寝起き14分の顔です。あ、スマホで見てるとアプリ落ちることある。あ、開くのに2回落ちた今日。早っ。6時30分。早っ。眠めっちゃ。5時半か。偉いね、みんな。寝起き14分。5時くらいに目が覚める。なんで5時なんか。ふちゃん爆睡毎日。寝起き14分の割にはすっきりしたか。え、ほんと？よかった。黒曜さん、ラブレターありがとう。おはよう。眠いよ。眠い。今起きましたって感じが朝っぽくていい。エイトの日、そっか。みんな当ててください。今度の話し会で空野のものまね。待って、なんで空野のものまね。ない。寝る体力がなくなって早起きになる。嘘。でもって言うよね。おはよう、みんな。カズ兄さん、タコさん、ありがとう。昨日は何時だっけ。あ、昨日はね、1時過ぎかな。1時過ぎに寝ました。1時6分とか7分とか8分とかに寝ましたよ。おはよう、みんな。まあ、正確な情報。まあ確かに。確かにって言うもんね。目標通り、そう、1時過ぎだから。2、3、4、5、6、7、6時間7時間弱。まあいい睡眠って感じ。22時過ぎの記憶がないです。早寝早起き、偉いね。みーちゃんは昨日夜ダンス覚えてました。動画見て。でも眠くて寝ちゃった。眠くて寝ちゃいました。やばい、涙が出る。あくびすると ね、涙が出るんです。あっちょうさん、ハートありがとう。ご機嫌いかがですか。眠いです。そう、
少しは覚えたんですけど、眠すぎて寝ちゃいましたね。ラジオで聞く、やった。バイト頑張って。偉いね、お仕事休みにバイトを始めちゃうなんて偉すぎるよ。サーモンが可愛すぎて見てると体が涙が出ちゃうって。ごめん、あくびして。イエイ。まあ、朝だね。頭が起きないよ。皆さん、星投げ3周とカウントよろしくお願いします。みんなは朝ごはん何ですか？何ですか？やばい、涙が止まらん、涙が止まらん。ねえ、みんなあくびしてさ、涙出るよね。あくびして涙出るよね、みんな。寝起き感あるやろ。いや、だから寝起き14分って言ったやん、みんな。寝起き14分なの。じゃ、おはようございます。超寝起き。ゲリラ豪雨大丈夫？いっぱいあくびしたら涙出るよね。そう、涙出るんですよ。朝はよく泣いてます。いや、待て、やばいやばい。朝はよく泣いてます、そういう意味じゃないよ。あくびして泣いてますってこと。泣いてますっていうか涙が出ます。おはよう。いや、わかる。朝の15分ってめっちゃ大きいよね。わかるわかる。7時45分と8時でこんなにも違うのかってね。わかります。8時以降がいいね、朝。いや、7時半とかもね、めっちゃ朝活でめっちゃいいっちゃけどね。朝の10分15分や5分も大きい。豪雨に泣かされました。大丈夫？今ね、すごい大雨の地方が多いから、みんな気をつけてくださいね。はよ、みんな。あ、なんであくびすると涙が出るか調べてくる。俺と同じタイプ。8時以降が最適。そうですか。まあ、そうですか。いや、7時がいい時もあるよ。でも、先は長いからうまく調整してね。最後体力勝負になるかもしれないか。確かに。ありがとう、クヨウさん。おはよう、アボキさん。朝ごはんで外食した経験ありますか？え、朝ごはんで外食あるよ。朝ごはんやね。ある。モーニング食べたことあるわ。
ね、お久しぶり、思った、ありがとう。あるある、モーニング食べたことあるよ。なんかあります、モーニングで、なんだっけ、あのね、めっちゃモーニングっぽかった。でもその時はトーストと、何、目玉焼きとか、そう、7時がいい時もあるなんて今言われても全く説得力ない。ごめんなさい。確かに。ああ、ありがとう、心配してくれて。大丈夫だよ、なんとか。最近雨多いよね、本当に。めっちゃ急に雨降り出す。警報出てたりするもんね。モーニングお休んでしょって、もう覚えてないな。朝ごはん大事よね、わかる。あくびすると顔の筋肉が動いて涙袋を押すから涙が出る。すごい、ありがとう、調べてくれて。すごい、涙袋ね、なるほど。待って、ちょっと待って、ティッシュ、よし、ティッシュ取ってきた。早起きできて偉いねって褒めてくれて、ありがとう、頑張れる。うん、大阪暑い、本当？大阪ね、大阪行きたいな、大阪行きたい。ルルルルルーン、リボンさん、だるまさんありがとう、嬉しい、ハートもありがとう。悲しいお知らせ、何？サナのアバターは今朝も出ません。嘘、泣いちゃう。カズ兄さん、ダコさんありがとう。回転寿司ナンバー、あ、いいね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 。回転寿司行きたい。あ、回転寿司行きたいわ。いいねいいねいいね、めっちゃいい。ユニバ行かって、ユニバ行きたい、ユニバ行きたい。なんかディズニーとかユニバとか行きたい。ユニバさ、今マリオやってるよね。マリオ行きたい。じゃらっちゃじ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 ゃってじゃ押したい。あれすごい、朝お腹鳴る。あー、リボンちゃんと黒曜さん、あちゃんのアバターゲットしてくれてる。あ、はやぶさもありがとう、嬉しい。あ、そうだ、はやぶさ昨日12位だったかな、11位やったかな、あれどんぐらいやったっけ。ありがとう。サロンやったらお高いお皿一つなら注文しても許してあげる。わかった、2枚頼む。今の回転寿司何でもある、ケーキとかラーメン。おお、確かに確かに。なんかラーメン、ラーメンあるよね、ラーメン茶碗蒸し、ラーメン茶蒸し揚げ物とか、
48日本当にありがとう。48日、ありがとう。ミニオンズのパレードいいね、いいね。おはようございます皆さん。見えてますね。アバター出ないやった。ピエン。ゆあちゃん、ハタありがとう。回転寿司。めっちゃ美味しい。美味しい。おお。特別に許してくれる？嬉しいに巻いとるね。サンリオピューロランド変換されてる。うん、楽しみにしてて。そうね、今日トラック発表だよね。みんな当たりますように。当ててください。みんなはもう朝食食べましたか？喜怒哀楽の表情を見せて。ちょっと寝起きなので今しません。じゃあ朝ごはん教えてください皆さん。え、卵納豆ご飯ドーナツという素敵な朝食を食べながら見ても。待って、あ、卵納豆と待ってドーナツどんな組み合わせ。でも卵納豆最高だし、アンドーナツも最高だね。食パンいいね。昨日作ったフレンチトースト、え、たるちゃんに届いてないけど。カズ兄さん、タコさんありがとう。嬉しい。仕事の時はご飯食べない。頭働く？動く？体。Good luck. 皆さん当選の幸運を。え、本当だよ。みんな当たってね。あー、お腹鳴る。めっちゃお腹鳴る。朝だね。え、フレンチトーストサラダのために残してたのにって。それは聞いたけど、まだ待っててよ。じゃあまた新しいの作って待ってて。レーズンバターロールとバナナとともに。あ、朝食っぽい。素敵。今日の朝ごはんはコーヒーとハムとレタスとトマト挟んだパンとバナナ。朝食素敵。ググお腹はハグリー、目覚まし時計が鳴る前にだっけ。これマイク近いからさ、ちょっとあれだね、グーグー聞こえるの恥ずかしいな。まあ人間なんで、人間なので思いかもなりますよ。朝だし。ねえ、忙しい朝から1359人もありがとう。本当に皆さん星投げとカウントよろしくお願いします。星投げは3周できたらありがたいです。お昼休憩終わるときに登録来る。わあ、お仕事終わって見るの怖いね。それ
でもさ、でもさ、お仕事違う、休憩中になったらさ、ちょっと休憩中になって、まあ当選してたら嬉しいけどさ、もし外れてた時のさ、悲しみ大きいし、なんか仕事頑張れなくなりそうだから、仕事終わってからみんな、みんな、うん、怖いよね。お昼は回転寿司に行きたいけど、ショールーム参集するにはマクドがいいかなって思って、嬉しい、ありがとう。参集終わった、ありがとう。暑いね、30度で。ラジオ体操いいよね。じゃんじゃんちゃらちゃ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 んじゃんじゃんちゃ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 らら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 らさん、はい。じゃん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 じゃじゃん。あー恥ずかしい。なんないで。お腹が鳴る朝。恋する充電プリウス、未来はそれが自由になるよ、へいへい。5時にお仕事ある、頑張って。朝ラジオ配信、ラジオ体操配信したらいいねん。サロンもめめバッチリやわ、パッチリやで、確かに。サノンの声録音して、本当に今の声どうぞ使ってください、短いですが。待って、占いしたい、占いしたい、間に合うかな。起きちゃいました、え、嬉しい、神じゃん。わえさん、おはよう。おは、第2もお願いしますって。第2か、第2ね。第2の音楽を今忘れた、今思い浮かばない、やったことあるけど。神だよ。だって9時に起きるって言っちゃったのに35分も早く起きてくれた。あう、あ、指原さんみたいにニックネームしたらって、ウエミだからみーちゃんはウミーになるね、うみー面白い。たまたま起きた、そのたまたまがね、神なんだよ、ありがとう。朝から暑いね、わかるわかる、天気悪くても暑いよね。第9ってクラシックなん？第9なんてある？ちょっと目が覚めてきたんじゃないって、確かに目覚めてきたかもしれないよ。あー乗り換えないとって、ありがとう。そうだね、みんな出勤中って感じがしてなんか楽しいわ。なんかちょっとずつじゃもう起きてきた。ちょっと待って、ちょっとこれみんな食べて、ちょっとマイナビさん開いたら嬉しい報告が入ってきたわ。みんな食べて、これ今日からだって。ファミリーマートマンゴーの新商品4種類を発売、食べる牧場マンゴー。はい、みんな今日はこれで決まりですね。皆さん
ファミリーマートに行ったらこれを買ってください。うち食べたことないのに勝手に勧める式。いやマンゴー最高だわ。え、すごいすごいすごい。飲むヨーグルトマンゴーと、何これ、マンゴーラッシー風パフェと、食べる牧場マンゴーソフトクリームと、マンゴークリームゴロゴロマンゴー果肉入りかな、これジュースかな、だって。はい、マンゴーちゃんです。皆さんぜひぜひ。お昼にチェック、ぜひぜひ。あ、宮崎マンゴーがいいですか。それはパッケージ見てくださいよ。めっちゃ広告に釣られてる。いや、マンゴーって言ったら私ですから。皆さん朝コンビニ寄って昼のデザートにしますね、ぜひ。あの6種類あるそうなので、あの、いや嘘、ごめんなさい間違えました、4種類あるそうなので、はい、4種類あるそうなので、皆さん、あ、そうですね、好きなもの、お好きなものをどうぞ。あの飲み物が2つとデザート、パフェ系が2つです。あの、そう、マンゴーラシーフパフェと食べる牧場マンゴーはデザートで、マンゴークリームと飲むヨーグルトマンゴーは飲み物です。あ、4種類です。はい、ごめんなさい。確かに俺もマンゴーって聞いたら空の思い出して食べてしまう。ええ、好き好き、最高。そういう心やっぱ大事だよね。うん、嬉しい、みんなありがとう。食べる牧場マンゴー気になるな。これのバニラ、バニラっていうかバニラ、バニラっていうかバニラ、うん、プレーン、美味しいから。でもちょっとお高いよね、この食べる牧場マンゴー300円ぐらいする。飲むヨーグルトマンゴーとかどう？みんな食べたらぜひ感想教えてください。宮崎ってテレビで見たらソラノンってなるって、嬉しい。ソラノンなら最初に何を買う？おー、食べる牧場マンゴーかな。ね、飲むヨーグルトマンゴーも気になる。どれも美味しそうで選べないので、あ、選びました、もう決めた。食べる牧場マンゴーと飲むヨーグルト、決まり、イエーイ。はーい、自販機のスコールがマンゴー味に変わってた、あ、最高、ありがとう、嬉しい報告。大道の自販機にスコール、嬉しい。マンゴーちゃんの口癖、嬉しいなんじゃないかなっていうくらいよね。嘘、そんなにいませんよ。食べるマック、そう、牧場マンゴーと飲むヨーグルトだから、ソフトクリームとアイス、ソフトクリームやからアイスコーナーと飲み物コーナーだね。え、絶対美味しいよね、絶対美味しいよね、うん、絶対美味しいと思う。え、あ、びっくりした。え、すいませんって謝んないでよ。
そう、絶対おいしいこと間違いなしなので、皆さん飲むヨーグルトとか絶対おいしいじゃん。みんなぜひ。何？とりあえず今日ファミマ行ってソラノンが言ってたなって思い出しに行くわ。あ、よろしく。マンゴー好きではない。え、ちょっとさ、うちの前でそんなこと言う？嫌いでも、うん、なんか、そうだね。まあ、嫌いなものもあるよね。わかる。じゃあ好きになろう。好きになろう。おにぎり5個食べた後、嘘。だってお昼ご飯？それおにぎり5個。400m 先にファミマあるわって、お腹鳴った。ファミマあるわって、それもう行くしかないやん。 400m 最近引きこもりおるっちゃろ。まあ、それは運動、運動だよ。マンゴープリンス来て嬉しい。ぜひ歩いてください。朝散歩、ほら朝活、ほらみんな空活してください。空活だって何活がいいかの。空活良くない？空活どうですか？え、何活がいいかな？空活、うん、何がいいですか？何が名前いい？ちょっとあと10分ぐらいしかないけど、ちょっとなんか考えて。ねえ、二度目じゃないよ二度目じゃないよ。お腹の音絶対に録音しないでだ、絶対せんで。ダメダメ。え、すごい、朝から2000人もありがとう。本当に皆さん、星投げとカウントよろしく頼みます。朝って意外とみんな見てくれるね、嬉しいね。朝見てくれるね。え、何がいいかな。空活以外にちょっと今思い浮かばないんですが。海外から応援する、どこからですか？嬉しい。イカさんかな、ジュンさん、ありがとう、嬉しい。グーグー聞いたら眠れそう。嘘やん、本当に？ダメだよ、でも恥ずかしいから。そういうかつて二度寝と思って配信終わったら寝ちゃうところ。ダメダメダメ待って、ソロ活でいいと思う？名前、え、 USA か。え、嬉しい、ありがとう。ハロー、ハロー、ジュン。今日ハンバーガーの日らしい。おー、ハンバーガーの日？みんなお昼ご飯ハンバーガーだね。デザートはファミマ。ソラカツでいいかな、名前。え、文字どうする？文字ソラカツ、なんか他いい案ない？みんな、ソーラ、待って、ソラはひらがなで、活動の活とかどう？何がいい？皆さん空活してください。ああ、篠太郎が書いてくれてる、それがいいかな。なんか空カツ、まとんかつになってるやん、それ。やっぱり今日はマクドか、でも混んでたら嫌やから回転寿司かな。そうね、でも今日ハンバーガーの日らしいよ。うん、結局空カツって何なんだから、マンゴーを食べるとか
マンゴーなんちゃらって書いたものを食べてみるとか、あの宮崎に馴染みのあるものを食べたり飲んだりすることです。あーもうやだ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 、やめて。そういうことです。皆さんソロ活してください。それがソロ活やったら俺ずっとしてる。もう本当に空の推しだよ。ソロ活ってソロモンから嘘だとか絶対これ食べてとか、傘は70センチとか言われて従うこと。まあそれに近いね。あそうそう、マンゴーの食べ物、そうツイッターにあげるとかそういうのよ。でハッシュタグつけてくださいね、ちゃんと。ソロ活したよって、ソロ活したよ日記みんな待ってる、ツイッターで。ねソロ活さ、カタカナじゃない、ひらがなでソロ活がいい、それともやっぱ活動の活がいい。なんかさ、ひらがなで書いたら可愛いけどさ、なんか分かってくれるかな、活動の活っていうのを。違う要素あるのかって、うん、いやないないけど、まあ、近いって言った方がいいかなって感じ。まあそんな感じ。皆さん拡散してください。待って、ソラカツいっぱい書いてくれてる。ソラカツソラカツソラカツ最後だっけ、カツ丼か、確かに。ねこの配信さ、あれだよ、あの15分伸ばしても良さそうだから、15分伸ばしてもいいけど、どうする。ソラカツ、あそっちのソラはね天気の天だからな。そう5分前だからね。そう今日時間的に、ちょっと待って、今日の日程見よう。篠太郎さんと私にとって空活です。面白い。アキさんハートありがとう。うん。そうね、今日はだって45分、1時間、待って1時間、45、2時間、5、15、うん、今日はそうね、今日30分ぐらい余裕があるので、15分ぐらいなら、あまあ、あの終わりたい時に終わりますね。そうじゃあ9時までに終わるっていうことにしましょう、このルーム。伸ばせなら伸ばせるなら伸ばしちゃうね。ソロ活ぜひしてください、皆さん。うん、とりあえず55分になったら教えて。9時からお仕事頑張ってね。ソラカツ皆さんしてくださいね。アキさん、タコさんありがとう。ソラカツみんなやってください。どれがいいかな、見栄え。ひらがながいい。でもさ、活動の活ってそれわかる？そら、うん。あーもうやめてよー。
全部ひらがなで書くのが好き？本当？でも活動の価値ってわかる？それ。確かに可愛いのは全部ひらがなやけど、でもあの漢字で書くと、あ、ソラノに関する活動なんやなって思うかも。うん、星集めてきた、嬉しい、ありがとう。お仕事頑張って。わかる？私の中では空活です。面白い。あなたは最強です。やった。そう、解釈難しいよね。あの意味は活動は活なんです。うん、意味的には、うん、サラノンの活動って思うのを配信めっちゃ見てる人だけやね。待って待って、それ逆見ちょらんかっただけ。またねと、ありがとう。サラ活は関西、ふーちゃん九州、おはよう。じゃあ本当にやだ。活動最高って、わさっぴさん大好きやもんな。活動、うちも活動にしないでください。活動の活が活動の活って聞こえる。え、待って、イントネーション違うってこと？イントネーション違うってこと？そういうこと？虫退治でパンチ力あるって、やったぜ。空活なの？空活なの？最初の方が合ってるわ。活動の活です。ほらね、ほら、活動の活って書かんとやっぱみんなわからんやん。ひらがなで書くのも可愛いけど。活動じゃないです。夕食を食べに行くので。あ、そっか、逆か、今夜か。うわー、 Have a good time。 ありがとう、 Thank you。サラ活にしようか。ちゃうって、ちゃいまっせ。英語もできるさんって、英語できません、英語できません、からの英語できません、全然喋らんよ。うん、めっちゃ挨拶系しかできん。アメリカ、メニューにソラカツってあったら迷わず頼む。え、嬉しい。ソラカツ作ってください、そこの店員さん。あ、ライトなファンには、あ、なるほど。あ、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 うんうん、ダメダメなっちゃう。そうね、そらかつってくださいね。そらかつってとんかつと何が入ってるの？うーん、ソラカツ
はですね、とんかつとマンゴーが入ってます。あ、違います。とんかつにマンゴーが添えてあって、とんかつにはマキシモムがかかってますね。そういう活動です皆さん。はい、マキシモムを使って料理をするとか、マンゴーの何かを食べてツイッターにあげるとか、みんな報告大事ですよ。ツイッターに載せてくださいね。おはお、空カツ作れる、作ってよちゃんと乗せてね。天カツだと思う、天ぷらなのかとんかつなのか、いや天ぷらととんかつじゃあ両方入れましょう。うん、マンゴーって何で四角く広げて切り方をするのって。どういうこと、マンゴーって何で四角く広げる切り方。あ、マンゴーですか。マンゴーは半分に切っていただいて2本線入れて縦に、で横に何本か入れていただいて、下からクイッて上げていただくとあの形になります。よくテレビとかで見るような、雑誌とかで見るようなマンゴーカットができます、うん、京都弁が似合う人だと思う。じゃあパリパリ宮崎弁やけど大丈夫、言うてはりますねみたいな感じよね。違うやばい、怒られる、やばいやばいやばいテンプラととんかつなんて私の、多分そうだよ、わさっぴさんのためにできたもんだね。ってなるなるなる、あ、もう絶対やだ。スカイカツレツ、待って、カツレツいつものいい発音でお願いします。待って、そのカツね、スカイカツレツソラカツって英語でスカイカツレツってなっちゃう。すごい。うん、おっとりしてんの？シャキッてしてそうやけど。マンゴーの切り方も最初に宮崎県産マンゴー買った時に調べてやった。嬉しい、急におしゃれに聞くれ、スカイカツレツ、セイスカイカツレツしてください皆さん。スカイカツレツ、スカイカツレツ、ゴー、うん、え、それかついいネーミングセンス、本当に。じゃあちょっと文字に困るよね、文字考えてみんな。Say Sky Cutlets Everybody say Sky Cutlets。いやー英語が喋れる人に憧れます。 Repeat again Say英語講座
音が結構綺麗。嘘。え、嘘。嘘だ。めっちゃ気に入った。スカイカートレッツ。気に入りました。喋れんって発音悪くないじゃん。嘘。本当に褒めてくれてる。嬉しい。英語喋れるようになりたいですね。とても通いたくなる。サラの英会話本当通っていいよあの教え合いになっちゃうけど、あのうん、教えてもらった単語をふーちゃんがあの発音して、発音を教えるね Sky Cutlets、 かっこいいけどさ、打つの大変でしょ、みんなが。Sky Cutlets、 発音綺麗。嘘。ちょっとめっちゃふざけてたのに褒められると気まずい。嬉しい、ありがとう。みんなスカイカツレッツしてください。空カツしてくださいみんなちゃんと乗せてね、ちゃんと乗せてね。え、どれにしようね。ひらがな漢字どれにしよう。おはよう、みんな。言うときの発音大事よ。大事大事。インパクトなきゃね。NEXT。NEXT。12。12 o'clock。12 o'clock。55になったでて、ありがとう。早すぎるね。ランキング読みたいと思います。はい。13位、あつこさん、ありがとう。12位、リボンさん、ありがとう。11位、ゆあさん、ありがとう。10位ドレさん、ありがとう。9位ピンクカメオさん、ありがとう。8位ヨッタくん、ありがとう。7位ナッツンさん、ありがとう。6位アキさん、ありがとう。5位ヒデトさん、ありがとう。4位カラスのカコさん、ありがとう。3位わさぴさん、ありがとう。2位コックヨウさん、ありがとう。そして1位はカズニー、あと361日ってありがとう。あれ360日かな、どっちだろう。ありがとう。はーい。あ、カタカナにしちゃった全部。30分まで延長したら本当に？だだだだたんたんたん。スカイカツレツ、ソラカツ、皆さん楽しみにしてます。はい。皆さんツイッターにて報告してください。それでは。せーの、そらのんじゃんけん、じゃんけんぽい。あ、360日になって嬉しい。イエーイ。チョキチョキ、イエーイイエーイイエーイ。
皆さん見てくださってありがとうございました。やっぱり負けた、やったぜ。それでは皆さん、今日も一日頑張っていきましょう。 Have a nice day。 ソロ活して頑張ってください。皆さん載せてください、ツイッターに。ありがとう。タグ付けとかしてね、みんな。ソロ活もちゃんとつけてね。ありがとう、みんな。じゃあバイバイ、みんな。次は12時から、あれ12時からだったよね。うん、12時から1時なので、捨て星は11時15分になります。皆さん、はーい、じゃあ皆さんまた会いに来てください。それではバイバイ。朝からありがとう、ありがとう。え、これから湘南に波乗り、めっちゃいいじゃん。頑張って。